ポリドールレコードはイギリス日本部を置くレコード会社ドイツグラモフォンが設立し現在は本社をアメリカ合衆国に置くユニバーサルミュージック参加のレーベルかつて所属していたアーティストを含む1927年に株式会社日本ポリドール蓄音機紹介として設立現在は本社がユニバーサルミュージックと統合したことにより日本支社も統合された 株式会社日本ポリドール区運機紹介日本ポリドール株式会社日本グラモフォン株式会社ポリドール株式会社ポリグラム株式会社星印はユニバーサルミュージックのナユタウェーブレコーズ EMI レコーズからリリースされた作品があるものインはユニバーサルミュージック内のユニバーサル J などからリリースされた作品があるもの特に注釈のないアーティストについても 他のレーベルに在籍していたあるいはしていることもあり得る。NHK レコード NHK レコードとは日本放送協会のテレビ番組のテーマソングや大河ドラマのテーマ曲、NHK 交響楽団の演奏曲などを NHK 独自のレーベルで NHK サービスセンターが企画、制作、ポリドールが委託販売したレコードのレーベル名。ポリドール映像販売とはポリドール KK。 および現在のユニバーサルミュージックによるミュージックビデオ以外の映像ソフトの企画、発売部門。ポリドールレコード消滅後も現存している。ユニバーサルミュージックポリドール映像、販売会社参照。すべての所属アーティストの伴奏を担当したわけではないが、ポリドールオーケストラは他のレコード会社のオーケストラよりも多く管楽器を使っていた。沢田賢治の伴奏では、 井上隆のバンドがレーベルにプリントされ、また愛川由美の伴奏はケニー・ウッド・オーケストラとプリントされていた。CBS ソニー、日本コロンビアに次いで3社目。当時、ポリグラム系のオランダ・フィリップスの発売系を持っていた。日本フォノグラムも同様に同時期にコンパクトディスクソフトを発売する。現在はユニバーサル J 所属だが地球儀マークと併記する形で、 ポリドールマークを続けて使用している。ABC 原版権は渡辺音楽出版が所持。ありがとうございます。